はい、ということで久しぶりにソルの RNG やっていきたいかなと思います。まあ今日はめちゃめちゃ低確率のオーラが当たったとかそういう感じではなくて、なんかね、アップデート、これスワゴ君、これ大型アップデっていうことでいいんだよね。わかんない、なんでや、わかるだろ見たら。まあ、多分大型アップデートだと思います。なんか新しいオーラが出たりとか、まあいろいろなんか出たらしいんですよ。これは何なのこれ、ロバックスで、あーこれあれか、待って、カサくんじゃん。みんなほらすごい、なんかさ穏やかなカサくんがいる。ソルの RNG カサくん追加されてるね。しかもこれぴったりじゃん、これあの帽子とかも、え、いいね、かわいい、すごく。ほらシャルロットちゃんとかいいんじゃない、このわけのわかんねえハンバーガーの帽子よりは絶対ね。えもういいだろハンバーガー、さすがに。どんだけマックキャラで生きてんや。もう嫌なんだな、嫌なんだ、ごめんなさいごめんなさい。だってもうエイリアンでもないじゃん、だってマックの帽子つけておくと、まあ、みたいな感じなので、こういうのも皆さん買いましょうということで。追加されたオーラって持ってるの、みんなどう、追加されたオーラ手に入れた、動画手に入れてればちょっとさ教えてくんない、何が追加されたか。手に入れた、じゃちょっと弟くんおいで。まずこれか、すごいね、一重百千万十万百万1300万分の1、ちゃんと顔を押さえてハリケーンの中を歩いてるみたいなのを表してる、すごっ、かっこいいねハリケーン、いいんじゃないんですか。え、あとなんかない、オーラかっこいいよね。え、まだある、え、 BGM いいよね。俺さ、はい、一応自慢しておきたくて、え、4億ほどじゃない、なんでや、言わなきゃよかったのに、え、4億当てたのかみたいな雰囲気だったじゃん今。え、いいよ自慢して、じゃあ何当たったの。おお、何これ、序曲歴史、すごい、時が止まる、かっこいいよね。3億だってかっこいい、いいんじゃないんですかこれ。これ当てたんだ。で、スワコくん、スワコくん4億のオーラ、弟がちょっとどける、アビサルハンター、やっぱ違うねーって。そうだね、え、ドガンどう、4億と3億、1億の違いだけどどう思う、 Y ちゃんとかどう思う、どっちがいい、3億と4億、何気持ちよくやらしてくれよ、3億しょぼいでーって。 Y ちゃん一番確率の低いオーラ装備しろ、 Y ちゃん、Y ちゃん7000分の1、もうソルの RNG の実況始めてもう2、3ヶ月近く経ってるよ、で7000分の1だって、何が起こってるんでしょうかって感じなんですけど。で、え、何スワコくん、 PVP が追加って何、ソルの RNG に PVP ってどういうこと、設定をして、はい、あ、 PVP ってあるわ、攻撃できるオーラは限られるけど、なるほど、だから弟くんみたいなやつ、え、俺攻撃できる、あ、いろんな、何これ、すごー、8ダメ8ダメ8ダメって入る、あ、時が止まる、で時が止まって、ああ、あ、すごい、これさ追加されたのはいいじゃん、これ追加されてどうなんの、敵倒したらなんか手に入んの、これでキルするとなんもない、あー、なるほどね、そういうことか。まあただ単に、まあずっと放置してる状態から PVP とかができるようになりましたよっていう、最初からやってほしかったんだけどね、できればね、うん、何が楽しくてやってんだーって。 Y ちゃんもうこれ楽しいとか次元じゃないでしょ、スワコくん、弟くん、もうこれはもうコレクトだよ、もう楽しいとかじゃなくて全種類集めるっていう、もうコレクターが遊んでるってイメージ、楽しい楽しくないじゃん、もうそういう問題じゃないと思う、いかに低確率のオーラを入手するかしないかみたいな、コレクトは楽しいでって、そうそうそう、多分だからそれもうコレクトなんじゃない、これは楽しくない、コレクト以外は全然思んない、まあだってこれコレクト特化型ゲームだもんね、だからほらみんなやってんじゃん、何かと言って練り飴とか、誰がやってる、あと練り飴クロちゃん弟とかね、スワンコくんずーっとやってるわけじゃん、こもってこのゲームをね、っていう気がしています。で今回の本題に行きたくて、そうか、あれなんだよね、どうやらなんか新しいポーションっていうのが追加されたらしいんですよ。どうやらその新しいポーションすごく作るのが大変な上で、非常に低確率のオーラが当たりやすくなると、いうことなんですけれども、ちょっと説明してもらえますか。多分これが今回のメインになるかもしれないです。解説します、お願いします。オブリビオンポーションって言って、天国ポーション2の 1.5 倍くらいのものがもらえる、
今まで使ってたのってヘブンリーポーション2ってこと？その上で100分の1の確率でメモリー、2000分の1の確率でオブリビオンが入手できる。だから今までのやつの 1.5 倍だよ。だって今までのやつのポーションを使って億分の1とかってわけじゃん、1億分の1とか。ってことはこのオブリビオンポーションってやつを使えばワンチャン今一番やばいのって何？4億分の 1？ 4億分の1が簡単に手に入るみたいな認識で大丈夫？オブリビオンが一番レア。あーなるほどね。このオブリビオンがソルでは一人しか持っていない。オブリビオンポーションを使ってそこからオブリビオンっていうオーラが手に入るってことね。なんで一人しか持ってないかっていうと、うん、作るのがむずいからである。と、なるほど。もう世界一作るのが難しいポーション、オブリビオンポーションはボイドコイン5つで買える。そのボイドコインが1つ50万コインする。はいはいはい、なるほどね。しかも買うのには1時間に1回くらいしか現れない商人からしか買えない設定になっていると、仕様になっていると。つまり語尾、コイン貯めるのってそんな大変なの？スワンコくん、これコインとか貯めたことないからわかんないんだよね。前まで楽だったけど、うん。じゃあ逆に言うとアップで前と後で何が変わったの？500分の1のオーラを売ってそれをお金にするってのがあったんだ。いろんなオーラ売ればお金になるっていうわけじゃなくて、500分の1しかコインにする候補がなかったってこと？マクロ使わなきゃ不可能。じゃあ今はどうなってんの？じゃあ今はじゃあどうやってコイン入手するの？教えてくんない？今、あ、もう周りに落ちてるコイン拾うしかないの？だからマクロでコインが落ちてるところに全部マクロで移動するようにするってこと？ジャックポットは、あ、777分の1、それもできるけど500のやつ入りはコインがしょぼい。だからマクロ組んでエリアに落ちてるコインを周回して取った方が早いっていう認識でいい？孫悟空、なるほど、やばいですね。それはどのぐらいで、じゃあオブリビオンポーション今回作れたの？何時間ぐらいこもって作ったの？じゃあスワンコくんはそのオブリビオンポーションわからんくらい。じゃあ何日間ぐらいやったの？ちなみに前回3日前ぐらいに撮影した時はまだオブリビオンポーション手に入れられてないって状態だったの。2週間くらいかけて1個？やば、めちゃくちゃレアなポーションじゃんそれ。なんかさ、スワンコくん見た目がわかるやつってないの？オブリビオンポーションってどんな見た目してるか気になるんだけど、見た目ってないの？あー、なるほど。じゃあこれ使わせてもらうか、これサムネに。これです皆さん、オブリビオンポーションっていうらしい。天国ポーションのかける1.5倍ぐらいの確率。わかりました。じゃあすごく使いますか今から。でオブリビオンっていうオーラを当てたいわけだね、スワンコくんは。画面配信、そうだね、画面配信しよっか。だからこれでもしもダメだった場合、次は10個だよ、スワンコくん。企画を取るためにはオブリビオンポーション10個集めて引いてみた結果になるからね。10連した結果、オブリビオンポーション10連、夏までにそれやってほしいね。うん、だから動画班おととくも頑張ってね、オブリビオンポーションで放置しながらね。動画班で10連するって企画取れれば結構いいかもしんないね。はい、なるほど。あ、じゃあちょっと画面共有見ましょうか。はい、ということなのでこちらがね、スワンコ兄さんの画面ということなので、じゃあもうなるべくスワンコくんも確率を上げてもろて、でも引いてくださいよ。じゃあ、あー今あれだね、ポーション使ってる、確率上げてる。あー50個使った、これがオブリビオンポーションか。よし、じゃあいいよ、使って1回引くんだねこれで。さらにそれで確率を上げて来い。あら、これなんか出たんじゃない？紫色、どうだ？さあ紫色です。みんなはこれが見たかった。努力が全部無駄に。もう弟くんだけ喜んでんの。ほら、弟くん今にちゃーって、あのブロフル海賊団にセクハラした時以来ですよ。にちゃー、あの時以来。時間が溶けちゃったねー。はい、そうくん2週間が水の泡です。2週間頑張ったねー。え、でも実際さ、オブリビオンポーション使ってみんなは何当ててんだろうね。やっぱ4億アビサルハンターとか当ててる人いるのかな、オブリビオンポーション使えば。どうなんだろうね、どのレベル感のものが当たるかわかんないけど。あれはスワコくん、ヘブンリーポーションは？スワコくん、ヘブンリーポーション、もうせっかくだから何回か引いてよ。9番当てれば作れる。じゃあ作れねえのか、誰も持ってねえか。あ、今はないんだね。もうだからそのレベル感だよ、貯めることがめっちゃ困難みたいな。そもそもヘブンリーポーション作るのすら難しいのにさ、普通のそのさ、オブリビオンが簡単に当てれるわけないよねっていう話よ。
そうくん次10個ね。頑張ろう。そうくん夏休み時間あるっしょ。オブリビオン。えって。弟くんと協力。今まではスワンコと弟喧嘩してたじゃん。仲悪いみたいな言い合いになってたじゃん。今回は協力。ね。なんかあるじゃん。敵と味方が協力する流れ。協力してオブリビオンポーションを合計10個手に入れる。同じ目標のために。で、2人同時にオブリビオン引こうじゃん。多分それ世界初でしょ？ 2 人同時にオブリビオン。これは多分世界でないと思うから、この事例は。もうそれ行こうよ。初の事例起こしたよ、ソルの RNG で。革命起こそうぜ、俺たちで。な。あいつ喋んなくなったぞ、一言も。さあ、ここ行けるよね？うんって。はい、ということで。まあ皆さん、どんどん沼なゲームになっているというソルの RNG の動画でした。なんかあれじゃない？もう抜け出せなくない？どん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 時間が解けるようなさ、アップデートを入れてくれるおかげでさ、全然もうあれじゃん、キリがないじゃん、このゲーム。早く流行りが終わってほしい。クロちゃん来た。クロちゃんいつ来た？今来た？クロちゃんオブリビオン。何それ美味しいの？って、あ、知らないんだ。クロちゃんね、頑張って食べてね、オブリビオン。オブリビオンポーション入手のために頑張ってね。はい、ということで、まあ基本的にはね、この後はもうクロちゃんに全任せします。はい、またオブリビオンポーション10個クロちゃんが試し台でまた動画回していきたいからと思いますんで、よければ皆さんチャンネル登録と高評価ですね。あとクロちゃん頑張ってってコメント欄でいっぱい書いてくれると嬉しいです。任せろ。はい、クロちゃんということなんで今日の動画は終わりにします。皆さんお疲れ様でした。